はい、皆さんこんにちは。3月8日、こちらは水曜日なんですけども、日本のは9日になって、アメリカのね4時頃ということで、日本のね試合が見れるということで非常に楽しみしております。今日もアバンシーカリフォルニア州アメリカからお送りいたします。コーチアレックスでございます。どうぞお付き合いくださいませ。いや、待ちに待った WBC のね試合が見れるのが非常にもう楽しくて楽しくてたまりませんね、皆さん。そしてまあそれだけじゃないんだけど、大谷さんが開幕選手先発でございますからね、それまたすごい驚きですけども、あ、驚きじゃない、それはもちろん、もっと見なきゃいけないということでございますんでね。まあということでございましてね、とにかくねリアル二刀流ということで、もちろん大谷さんが投げてまた打つこともできるということで、一旦例えば65球までしか投げられないんであれば、それ投げたらまた終わりじゃないんです、またこれを出てくるということでございます。さすがやっぱり大谷ルールということでございますからね。じゃあ早速参りましょうか。はい、ここからスタートでございます。まだねもうあれがねスタメンが決まってないんですよね。まあだからもうとにかく一応ね一番中国戦でこれがいいんだろうっていうのがもう出てきてますんで、それをご紹介します。ではどうぞ。大谷翔平、はい、WBC 開幕投手&国際大会初リアル二刀流、栗山監督が明言、大事なスタート、9日の1次ラウンド中国戦で投打同時出場。野球日本代表侍ジャパンの栗山英樹監督は8日東京ドームで行われたカーネクスト2023ワールドベースボールクラシック東京プールの公式記者会見に臨み、大谷翔平投手エンゼルスを9日の1次ラウンド中国戦で投打同時出場させると明言した。会見では WBC は大谷翔平から始まります。素晴らしい、大事なスタート、大谷翔平で行く、ただそれだけですと力を込めた、二刀流での出場も明かし、打って投げての姿を見たい、誰もが待っていると初戦から世界中を賑わせる、大谷が国際試合、国際大会でリアル二刀流で出場するのは初めて。国際大会でのマウンドは2015年11月19日に行われた世界野球プレミア12の準決勝、韓国戦以来8年ぶりとなる。指揮官は世界一を目指していきます。それだけを考えて、明日からしっかりやっていきます、と語気を強めた。初戦を託した大谷には、いろんな姿を見てきましたけど、どんな姿よりもチームを勝たせてくれると信じている。そのことだけをやりきってくれると信じています、と信頼を寄せた。打順に関しては、もう一回頭の中で精査します。確実に決まっていない、と述べた。今春の二刀流調整は順調そのもの。2月中旬からエンゼルスのスプリングトレーニングに参加し、今季初登板となった2月28日、日本時間1日の敵地アスレチックス戦では2回3分の1を2奪三振、無安打無失点。最速98マイル、約 157.7キロをマークした。一方、打者では6日の阪神との強化試合では2打席連続となる三難。実戦4試合で9打数5安打の打率点 .556、2本塁打、6打点、オプス 2.044 をマークした。WBC 1次ラウンドの球数制限は65球、準々決勝80球、決勝95球となる。今大会から大谷ルールが採用され、指名打者を解除して先発投手がスタメンに入った場合、降板後も指名打者として出場できる。2009年の第2回大会以来の世界一へ振る回転したいところだ。Yes! Yeah! 行きましょう。元気よく行きたいと思っておりますけどね。まあ、スタメンもね、このように一応出ておりますけどね。まあ、この辺で簡単に行きますと、ヌートバーが一番に来てるんですよね。だから、栗山監督はですね、決められる大谷さんが1番に持っていこうかな、それとも3番に持っていこうかな、ピッチャーだからどうしようかなということだと思うんですよね。
ただ他はもう決まってる。ただね、これもびっくりですね。これは決まってないですよ、もちろん。これはもう予想でございますからね。また吉見さんが予想は予想よなんて言われるかもしれないです。まあ、ということでね、大谷さんが DH でもちろん、3番に入ってます。で、ここのすぐ下にですね、村上宗隆さんがおっしゃる、いるはずなんだけど、ここの予想では吉田さんが入っております。で、当然、せいやさんがいなくなったんで、まあ、いろいろちょっと変わったんですけどね。はい、ということで、こんな感じなんですけど、こちらもちょっと聞きましょう。はい、どうぞ。サムライ J、中国戦のスタメン予想は、1、投手編。WBC2023 ワールドベースボールクラシックでは、日本代表、サムライジャパンが3月9日、木曜日に初戦となる中国との対決に挑む。第2回大会以来3度目の優勝に向け、初戦を良い形で勝ち切って勢いに乗ることはできるだろうか。うん、大丈夫。この記事では、ここまでの強化試合を踏まえ、9日の中国戦のスタメンオーダーを予想していく。うん、初戦の先発マウンドに上がるのは、ロサンゼルスエンゼルスの大谷翔平選手が確実。最速165キロの直球に加えて高い精度を誇る変化球を持ち、WBC 公式球に近いと言われる MLB 級での実績も十分だ。一次ラウンドでは投手の球数制限は65球までとなっており、立ち上がりから中盤にかけて試合を作れるかどうかに注目が集まる。うん、さらに、余力を残して降板すれば、日本が1位通過の場合、3月16日に開催される準々決勝での登板が見込まれる。一方で、短期決戦での奇襲の可能性も踏まえ、投手起用には様々な予想が飛び交っている。うん、まあ、いろいろ予想はあるんですけども、とりあえずこんな感じだと思うんですよね。まあ、あれで。で、まあ、ヌートバーが先に持ってきていただきまして、そして、近藤さんが来てますね。近藤圭介さん。そして大谷翔平3番、吉田さんが4番、岡本さんが5番、村上宗隆さんが6番、そして牧秀悟さんが7番、源田壮亮さんが8番、甲斐拓也さんが9番ということになっておりますけどね。まあ、すごいことになりましたね。ということで、いや、すごいことですね。はい。ということで、ピッチャーは我が大谷翔平でございます。とにかく普通に大谷さんが投げて普通に打てれば、今日は間違いなく勝てます。はい、まあ、とにかくみんなリラックスして最初のゲームを、まあ、楽しんでやれれば問題ないと思うんですよね。アメリカとかね、他のすごい相手レベルの高いものじゃないので、ね、多分大事だと思いますけどね。ということで、頑張ってほしいものでございます。はい、それこそ今日ですね、大谷さんにカツを入れます。大谷さん頑張れ、大谷さん絶対勝つ。はい、ということでカツ入れさせていただきました。はい、ということでございまして、まあ、昨日からいろいろ話題になっておりますけど、アメリカの方でも大谷さんがね、2位でボールを持っていったと、この2位ですね、いざという話が出てますから、ちょっとだけなんですけど、ちょっと送りましょうか。はい、お願いします。これはすごい、ね。このホームランで大谷翔平はひざまずいた。うん、大谷は月曜日に日本の象徴的な白いピンストライプのジャージを再び着て、ファンが探していたものをまさに提供した。うん、ということでございます。ちょこっとだけなんですけどね、提供いたしました。そして提供した後のはこちらはどうでしょう。このスマイルがね、大谷さんの素晴らしいスマイルなんですよね。これもいきましょう。はい、どうぞ。大谷翔平ら侍ジャパン登場で新大阪駅がパニック状態に。警官や警備員の大声が響き渡る中、東京へ移動。うん、大谷翔平選手らワールドベースボールクラシック WBC 行きの日本代表が8日大阪から JR 東海道新幹線で一次ラウンドが開催される東京へ移動した。写真、白井塁審の胸を小突く大谷翔平。これ。正午ごろ、JR 新大阪駅のホームは、飲んでごった返してパニック状態に。
大阪府警の警察官も駆けつけて規制線が張られる事態となり、危ないですので下がって通路を開けてください、うん、などと警官や警備員の大声が響き渡った、うん、選手たちが姿を見せると集まったファンが一斉にスマートフォンやカメラを向け、大名行列に向けて歓声を上げた。侍ジャパンは9日から東京ドームでカーネクスト WBC 1次ラウンド東京プールを戦う。初戦から中国、韓国、チェコ、オーストラリアの順で試合を行う。あ、ということでございますんでね、大谷さんも本当にハッピーということはいいことですよね。はい、続きましてこれでございます。 World Baseball Classic、まあこれもちょっとしたねいいことなんですけど、行きましょう、はい、これが全てのクラシックチームの最高の選手です。最高の選手、早期の帰国とマイアミでの準決勝進出の違いを生むことができる選手は、お問い合わせいただきありがとうございます。問い合わせいただきありがとうございました。まあ、ということで問い合わせいただきましてありがとうございました。大谷さんがナンバーワンということでございますね。まあそれぞれのチームのナンバーワンがいらっしゃるということでございますが、じゃあ行きましょう、どうぞ。はい、行きませんでしたね。はい、どうぞどうぞ。ワールドベースボールクラシックが近づいてきました。はい、6年ぶりに全ての世界最高のプレイヤーがプライド、自慢する権利、ね、そしてワールドベースボールクラシックのトロフィーを全てかけて対決します、うん、しかし各チームのキープレイヤーは誰ですか、うん、早期の帰国とマイアミでの準決勝進出の違いを生むことができる選手は、お問い合わせいただきありがとうございます。問い合わせいただきまして、はい、お送りします。ショヘイ・オオタニ、サムライ・ジャパン、はい、日本、大谷翔平。つまり他に誰がいるでしょうか、うん、はい、日本では現職の NPB MVP 受賞者である村上宗隆が56、ね、本塁打を放ち、日本人選手として1シーズンの本塁打記録を打ち立てていますが、若い佐々木朗希も同様にブレイクする可能性がありますが、うん、大谷はそうしています、うん、おそらく幼い子供の最もワイルドな夢を除いてダイヤモンドで行われたことのないこと。28歳の彼は時間の経過とともに良くなるようで、過去2シーズンで300イニング近くで 2.70 エラを記録し、80本塁打を放っています。これらの数字により、アーロン・ジャッジやウラジミール・ゲレロ・ジュニアが打席に、マックス・シャーザーやフリオーリアスがマウンドに上がるなど、スーパースターの仲間入りを果たしています。大谷はマウンドで日本の最初のゲームを開始し、トーナメントでヒットすることが期待されているため、日本はそのスーパースターが彼らにできる限りのことをするかもしれません。うん、まあ制限があるからね、もうとにかくボールってね、投げられないんですよね。もうストライク、自分の得意球、どん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 ストライクに、まあ、投げていくしかないだろうね。まあ向こうもいろいろそういうなり考えてくると思うんですけどね。はい、続きましてこれでございます。大谷パワー、 Ladies and Gentlemen、 ショヘイ大谷ボディービルディングとかなんかいろいろパワーって言ってます。どうぞ行きましょう。大谷翔平はボディービル大会に出られるピアノ1台分持ち上げるパワー、筋肉社長がドデスカで解説。メーテレ名古屋市のローカル情報番組ドデスカは8日、WBC を戦う侍ジャパンの大谷翔平28のパワーについて特集した。番組では3年前に大谷のインスタグラムに投稿された動画を紹介。その中で大谷は重さ220キロのバーベルを持ち上げており、そのパワーをピアノ1台分第41等分と換算して伝えた。さらにボディメイクの専門家であり、デザイン会社メラの代表取締役最高経営責任者 CEO 賞を務める筋肉社長こと吉田優香谷さんが大谷の身体能力について解説。220キロってボディービルダーでもなかなか上げてる人って少ない。そのまま転校してもボディービル大会に出られるんじゃないかとなった。また特に上腕三頭筋、あとは大胸筋の下部が鍛えられて見えるので、その筋肉はすべて腕を振るために必要な筋肉で、
競技を意識して鍛えられているのかなと注目した。これに曜日レギュラーを務めるお笑いコンビスピードワゴン糸田純50も大谷が6日に放った片膝片腕ホームランを例に挙げ、体勢を崩してもいけるっていうことは筋肉が整ってる証拠と絶賛。昔は野球選手に筋トレはいらない。野球の筋肉は野球の練習でつけろっていうのが定説だったけど、完全に覆ってきてるよね、としみじみ話した。まあ、ということでございましたね。はい、しみじみと話したところでこれでございます。これですね、素晴らしいね。こうね、5階席って言ったという話、ね、大谷翔平、衝撃のバックスクリーン5階席壇上内ざわめき。オリ選手も座り込んで熱視線。4日にはバンテリンドームで6日には京セラドームで5階席壇連発。野球日本代表、侍ジャパンの大谷翔平投手、エンゼルスが7日、京セラドームで行われるオリックスとのカーネクスト2023ワールドベースボールクラシック強化試合、前に2日連続でフリー打撃を行った。バットを持って登場しただけで場内からは大歓声が上がった。2スイング目で柵越えを放つと、ペースを上げ、20スイング中7本をスタンドへ運んだ。バックスクリーン5階席へ飛び込む特大弾もあった。3日に侍ジャパンに合流した大谷は、4日の中日との壮行試合前に合流後初めてフリー打撃を行った。広いバンテリンドーム5階席へ放り込むなど、27スイング中9本の柵越え。6日の阪神戦前には推定140メートル弾を含むアーチショー。京セラドームの5階席に放り込んでいた。チーム合流後初実戦となった6日の阪神戦ではいきなり2本塁打を放った。3回2四1、2塁で左膝をつきながら片手1本でバックスクリーン右に3ランを放つと、5回2四1、2塁ではバット折りながらも3ラン。スーパースターの打撃練習に、観客だけでなく対戦相手のオリックスの選手たちもベンチ前に座り込み、熱い視線を送っていた。すごいよね。はい、ということでございました。素晴らしいものをね、見せつけてくれました。はい、続きまして、こちらでございます。いやいや、もうすでにチーム、試合は行われておりまして、じゃあ行きましょう。プール A は WBC 初白星のパナマが首位発進。大声援バックの台湾はコールド危機をしのぐも大敗スタート。ワールドベースボールクラシック WBC 期は3月8日に開幕し、プール A の2試合が行われた。初日の第1試合はオランダがキューバに4対2で勝利。第2試合はパナマが台湾に12対5で勝利を収めた。画像、チャイニーズ台北代表の公式チアリーダー。リンシャンのキュートな写真を一挙公開。第2試合は、オランダの勝利から約4時間後の20時にプレーボール。ホスト国の台湾は、台中インターコンチネンタル野球場を埋め尽くしたファンの大声援をバックに初陣に臨んだが、初回からチャンスを作りながらも決定打が出ず得点を奪えない。逆にパナマは4回、手肌の二塁打をきっかけに集中打を浴びせ、一挙5点を奪う。台湾も5回裏にジャン・ユーチェン、レッドソックスのタイムリーで1点を返すものの、6回表には再びパナマが6点を奪うビッグイニング。この時点で11日本一と10点の大差がついた。台湾は6回裏に1点を返すものの、7回表にパナマがアラウスのタイムリー2塁打で再び10点差に。コールド負けの危機にさらされた台湾だが、その裏の攻撃でウーネンティンの2ランが飛び出し、8点差に迫る。しかし、試合はパナマが台湾の反撃を抑え12対5で勝利。WBC でのチーム史上初白星を飾り、プール A で首位発進となった。プール A は1位パナマ、2位オランダ、3位に試合がなかったイタリア、4位がキューバ、5位台湾となっている。まあね、パナマすごいね。しかもね、相手の台湾でね、あれやられたってことで、まあ、キュートな写真の話も出ておりました。こちらが一つですね。たくさんありましたけど、ちょっと一つか二つを、まあ、皆様にお見せいたします。これもそうですね。
はい、可愛らしい。なんかこうなっていくとね、日本人なのか台湾人なのか中国人なのか、ちょっとね韓国の方もよく似ている、この若い方々がね。はい、ということでございます。可愛らしいですね。はい、続きまして、今日も実はね、このシェルセス4対3でシェルセス、このチェイス・シェルセスが勝ちました。まあこれで8勝4敗になったんですね、多分ね、8勝4敗、はい、そうです、そうです。でここで8勝4敗にしましょう。はい、8勝4敗、今回これで力あまり入れてないです。でまあ今日はですね、あのコロラド・ロッキーズというふうにやりましたんだけど、大谷さんはもちろん今日本に行っておりまして、こっち私のコーナーにはもう今度ずっと入れておこうかなと思っております。そしてリバン・ソトがですね、1番で打って、ブランドン・ドゥルリーが2番、ジャレッド・ワルシュが3、4番がアンソニー・レンドン、5番がハンター・レンフロー、6番がローゲン・オホッペ、7番が、この2人が出てるということは彼が打てるということですかね。マスクスたちはキャッチャーかな、まあそういうことだと思うんですけど、でもここ言いましょう、マックス・スタジキャッチャーですね。彼はどこで守ってる、オホッピーはね、おー、ライトフィールド、いや違いますね、あ本当だね、ライトなってますよ、あごめんなさい、 DH でございました。大谷さんがいないのでいろんな人を DH に使えるということで、彼は DH でございます。はい、続きましてミニモニアックと、それからジョーディーン・アダムズという人が出ております。まあよくね、最後にサヨナラでね、あの2対1で負けてたんですけど、なんかねサヨナラツーランホームランが飛び出して、それでまあ勝ったということで、大谷さんがもうここで活躍すると、大谷さんのチームはアメリカで活躍されてるんでございます。はい、ということでございまして、皆様にいつもあれでございますけど、今日も皆様からのお便り頂戴しております。ありがとうございました。はい、ということでこの方からいきましょう。スガードン、スガードン、ドンドン、はい、スガードンさんいつもありがとうございます。参りましょう、スガードンからです、どうぞ。スガードン総帥さん、コメントありがとうございます。ありがとうございます。テレサ店で思い出すの、8位チャイ時に母上様と2人で旅行した時に、夜の空港でテレサ店の曲、空港がかかってた。すごいね。雨が降ってて子供ながら雨にマッチしてる曲だなと思った。この当時全日空の飛行機乗るとボーイングのプラモデルもらえたんだよね。嬉しかったな、スマイルマーク。そうなの。あと秋桜で思い出すのは、学校の帰り道、心地よい風が吹いていて、ふと見るとピンクっぽいコスモスが咲いていて綺麗な花だなと思った思い出がある。みんなも思い出あると思うんだけど、思い出って良いよね。うん、この頃タバコ吸いながら思い出旅行してますよ。え、そうなの？スマイルマーク、バイバイ。おー、すごいオチがありましたね、ゾガノンさん。いや、日本はアメリカはそうなんですけど、今最近タバコ吸いなくなってるんですけどね、ゾガノンさんはタバコ吸えてますでしょうか。まあ吸いながら やられるとおっしゃってたんですね。まあね、もう昔のね、あのタバコ吸うとかっこよかったんだけどね、それなくなりましたね、やっぱりね。はい、ということでゾガさんの素晴らしい、あのいろんな、今回はねまたね、あの素晴らしい、このいろんなものに富んだお話でございましたね。思い出話いいね、思い出話、なんかいっぱい歌がありますね。はい、続きましてこの方でございます。あきらさん、いや今日は伸びましたね、あきらさんって言ったからよかったのかな。はい、あきらさんよろしくお願いします、どうぞ。吉村明さん、コメントありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは、はい、ドルフィンさん、野球の情報を入れますね。はい、お願いします。中国戦、大谷さん先発決まりましたね、イエーイ。3番ピッチャー濃厚みたいですね。うん、次は準々決勝、決勝大谷さん先発3回みたいですね。トラウトとの対決は可能性低くなりましたね。え、なんでだろう。残念です。うん、中国の先発はエンジェルズのマイナー選手ですね。お、普通にやれば負けることはないですかね。うん、プール A は1日早く開幕して、オランダがキューバに4対2で勝ちましたね。キューバは日本のチームに在籍してる選手といたことある選手合わせて10人くらいいるんで応援してましたけど、残念です。うん、ソフトバンクのモイネロ選手はいいピッチングしてましたよ。お、
大谷さんが山川さんの本塁打を喜んでる動画あったんでリンク貼っときますね。うん。野球少年みたいですよ。うん。ね、質問あったんで、もう一個コメント入れますね。ああ、お願いします。WBC 日本戦の試合ある時間帯、カリフォルニアは夜中と思うんですけど。はい。ドルフィンさんはライブで見られるのかなと思ったんですけど。はい。ちなみにデンバーランダーさんは徹夜で見るらしいです。泣き笑い情報ありましたよ。うん。明日はドルフィンさん、このチャンネル見られてる方みんなで日本応援しましょう。お、そうだね。はい、投げキッスゴーフォーイットジャパン最後に大谷さんがバスに乗り込む時の動画あったんで、リンク貼っときますね。はい。すごい熱狂です。うん。ごめんなさい。同じリンク送ってしまいました。うん。こっちが送るつもりのリンクでした。いや、あのね。一個前のは間違いです。いや、あのね。https。あのちょっとね、あのいろいろあのそれを見させていただいたんですけど、みんなで日本応援、ここをちょっと知りたいんですね、ドルフィンさん、このチャンネル見られている、みんなで日本応援しましょう、このチャンネルってどこのチャンネルなんですかね。 Go for it Japan、 Go for it Japan、 最高に大谷さんが、あ、そのチャンネルってどこですかね。アスドルフィンさん、このチャンネル見られて方が、そうですか、わかりました。とにかく私もね、頑張ってみたいと思っておりますので、いつもありがとうございます。それでね、実はね、あのお越しいただいたのは非常にありがたいんですけど、このような結果になりました。はい、なんかね、おっと、何か間違っていた、 Oops, something went wrong。 じゃあこれじゃなくてもう一個あるかなと思って見たんですよね。それはね、これでございます。これはこっちかな。はい、ということでちょっと残念ながらね、あの見ることができませんでした。はい、それでは、いつもありがとうございます。なんか YouTube は見られるみたいなんだよ。それ以外になんかね、あの国が違うとなんかね、あの分かるみたいでダメみたいなんですね。はい、続きましては、通りすがりのマンシオ様。はい、ということでは、通りすがりのマンシオさん、ビデオアナベルブルって書いてありましたけど、まあ一応言っていきましょう。どうぞ。通りすがりのマンシオさん、コメントありがとうございます。ありがとうございます。ドルフィンさん、こんばんは。こんばんは。ありがお。はい、吉村さんと情報が少し重複しますが、 TBS での公式会見の VTR があったので共有します。はい、大谷翔平、ヌートバー、今永翔太、栗山監督の前日会見です。https://youtube.be/tier-huilelessi。 これ本当にキューバとオランダの WBC 初戦はオランダが勝ちましたね。はい、オランダ勝った。何気にオランダ強いんだよな。ではドルフィンさんの解説に期待してます。ドルフィンさんの解説、いや、実はね、私あの見に行ったらですね、このようなものをあの video unavailable。This video is not available ということで、ちょっと見られ、ちょっとだけ大谷さんの顔が映ったんだけど、すぐこれになりまして、やっぱり海外で 見せてくれないんですかね。それからこの解説というのは何の、まあ、番組見ながらの解説なんでしょうか、それともこれにあれを聞いて解説してほしいということなんだろうね、多分ね。まあ、とりあえず申し訳ないんですけど、そういうことで見られませんでした。はい。ということで、今日はまだ30分にもうちょっと時間がありますので、おさらいいきましょうかね。はい、そら、おさらい。これがね、大谷さんが今日は、アメリカ、日本では今日ですね。今日の夜中に投げるから、これを楽しみでございます、チャンネルを探してどこに見れるのかですね、ちょっと頑張らなきゃいけないですね。はい、ということで、メンバーはこういうメンバーになっているようでございます。はい、ヌートバー、近藤さん、大谷さん、吉田さん、岡本さん、村上さん、牧さん、源田さん、甲斐さん、ピッチャーは大谷翔平でございます。頑張れ。そして、2位で一つのこの2位でね、ボールを持っていったっていうのは、アメリカの方にもこういう情報が来ておりました。そして大谷さんがね、大阪からですね、東京ドームということは、東京に移動するときになんかすごい人のパニックにが起こったそうでございます。やっぱりこの爽やかなね、あのスマイル顔、そしてこのこちらにちょっと手を置いてお話ししてらっしゃるということで、
それも大谷さんがやることなすこと話題になるわけですからね、素晴らしいですよね。そしてこれでも、それぞれの WBC で、まあ、ハイレベル、いわゆるその素晴らしいプレーヤー、最高のプレーヤーということで、大谷さんが日本から大谷さんとして入っておる、アメリカから、こちらの、これ2人ともエンジェルスだけど、違うエンジェルスに文字にしてますね、トラウト、マイク・トラウトが出ているようでございます。そして大谷さんのパワー。大谷さんが今でもね、なんか、大きなね、バディビルドに出られるとかですね、なんかピアノ1個ぐらいガーッと上げられますよとおっしゃってましたけどね。はい、ということでございます。私はね、今日はね、この辺で、お別れしたい。もう30分になりましたので、いつも見ていただきましてありがとうございます。皆様、大谷さんをどうか応援していただき、明日良い話を聞けますようにお待ちしております。はい、それでは See you later Alligator。 はい、 See you later Alligator。 はい、それでは皆様また明日お目にかかりましょう。ありがとうございました。